この女優ミラーはこれもかなり使い古してますね。高校生の頃からずっと使ってます。皆さんこんにちは、パーティー用のリーニャンです。今日はこちらのドレッサー紹介をしていきたいと思います。 GO！こちらが私のドレッサーです。こんな感じになってます。この女優ミラーはこの上と下と横全部に電球がついてて、この大きさがなかなかなくて結構探しました。この机はまた別で買って IKEA で購入しました。この椅子もまた別で購入しました。ドレッサーの周りは私の大好きなプリザーブローズが飾ってます。じゃあ引き出しからいきます。私は昔からつけまが大好きで、ここにつけまつげとカラコンとマスカラとかペンシルとかですね、口紅、これがファンデーション、パレットとかチークとかハイライトとか入れてます。筆とパレットとグロスとかですね。目細工でいつも二重を作ってます。このライターはビューラーを温めるためにここにいつも入れてます。お香が結構好きで、お香です。これはそのまま火をつけるタイプのやつで、これがスティックタイプのお香になってます。これはホワイトセージですね。ここにいつも入れてメイクをしながらお香を焚くことが多いです。メイク落としなんですけど、これメイク落としに使ってるわけじゃなくて、なんか汚れた化粧品を拭くためにここに置いてます。これがまつげの残骸ちゃんたちと、普段使ってるのはアイラッシュコレクションのナンバー2ってやつですね。この間ちょっと試しに買ってみたナンバー6がここに入ってます。普段でも使ってるのがアディクション東京の口紅です。今日も使ってます。ファンデーションはクリオです。チークとかアイメイクはオレンジ系が多いですね。口紅もオレンジ系が多いです。でこれなんですけど、マツエクサロンで購入したんですけど、めっちゃいいです。マツエクの上から塗れるマスカラなんですけど、今日も結構バッチリ塗ってます。バサバサまつげが私は好きなんで。ここはコテとか、私めっちゃティッシュ使うんでティッシュとか置いてます。あとはすぐお手手が拭けるようにお尻拭きと除菌するウェットティッシュですね。ここの下なんですけど2段になってて、スキンケアとパナソニックのビガンスチーマーですね。スチーマーをここに入れてます。このスチーマーはここからお水入れることができるんですけども、私はいつも精製水を入れて化粧を落としながらやったり、スキンケアしながらやったりします。でこの上はスキンケアなんですけど、拭き取りと普通の化粧水と美容液と乳液ですね。全部 SK2 です。これは体用です。この 1,2,3 は体用で毎日使ってます。 SK2 のトラベルの方ですね。旅行の時はいつもこれを持って行ってます。 SK2 のアイクリームになってます。で私はショーガールなので、普段百貨店が空いてる時間を寝てることが多いので、ストックで SK2 の美容液ですね。コットンと綿棒が置いてあります。コットンはオーガニックのものを毎回使ってます。こんな感じです。以上で私のドレッサー紹介を終わりたいと思います。結構物が少なくて、これだけと思った方がいると思うんですけど、私結構潔癖症で2ヶ月に1回は化粧品を全部入れ替えたりするので、基本的にストックとかなんかいっぱい置いたりっていうのはしないです。以上になります。ありがとうございました。皆さんこんにちは、バーレスク東京のノアです。今日はドレッサーがうちにないので、普段使ってるお化粧品だったりとか、その他にも使ってるお化粧品紹介していきたいと思います。普段私が使ってるお化粧品はめちゃくちゃもう厳選されてて、これしか持ち歩いてないっていうのをちょっと紹介していきたいんですけど、いつもこんな感じで大きいメイクポーチを持ち歩いています。この中には何があるかというと、こんな感じでしまってあるんですけど、これ1セットで普段のメイクをやってます。めちゃくちゃこれ最近使ってていいなと思ったんですけど、ファンデーションスピケア V3
エキサイティングファンデーションっていう、どんなお肌の方にもめちゃくちゃ肌なじみが良くて、お肌のトラブルが少なくなったような感じします。美容成分もたくさん入ってるので、これめちゃくちゃ愛用してます。クッションファンデです。眉毛はあのケイトさんをずっと高校生の頃からずっと使ってます。めっちゃ使ってますね。チークはジルスチュアート の, あのチークが一番私の肌には馴染みがいいからめっちゃ愛用してます。ジルスチュアート可愛いですね。アイラインはこだわりがなくて、コンビニのなんか売ってそうなアイラインですね、これ使ってます。結構私涙袋が描いてて、それを描く用のペンですね。これもケイトさんです。まつげの下地ですね。まつげの下地はマジョリカ、マジョルカの下地使ってます。2年前ぐらいから私ランコムのマスカラずっと使ってるんですけど、めちゃくちゃ伸びます。旅行とか行った時に空港で箱買いするぐらいめっちゃ好きです。アイシャドウは使ってるのはシャネルのアイシャドウですね。めっちゃ使ってる。汚い。オールシーズン使えるような色でいつも使ってます。私は結構仕事柄ショーに出ることがお仕事なので、照明負けしないようにさらにこの上からパレットでキラキラをたくさん使ってますね。多分こことここがめっちゃ使ってます。なんか最近はキャンメイクのリップ、メルティールミナスルージュっていう、これは06番ですね。ちょっとなんかオレンジっぽい感じのあの色になります。保湿も一緒にしてくれるやつなんで普段めっちゃ使ってます。アディクションの9494番、濃い色を使ってますね。これを上からお仕事の時は塗って、ドリンクとかも飲むんですけど、これ全然落ちないです。めちゃくちゃいいです。あと涙袋のこのキラキラなんですけど、これキャンメイクですね。ジェリーシャドウベール02番、アイシャドウですね。これを涙袋に塗ってます。よくキラキラ聞かれるんで、そんな感じですかね。普段使ってる化粧品とかはこんな感じなんですけど、参考にできればと思うので、皆さんいいなと思ったら店頭に行ってよかったら買ってみてください。ありがとうございました。どうも、相沢りーです。ドレッサー紹介だったんですけど、使ってるポーチとメイク道具をちょっと紹介させていただきたいなと思います。旅行とかにメイク道具をまあ全体的に持ってきたいなっていう時は、このハワイで買ったビクトリアーズシークレットの大きいポーチを使ってます。その中で普段使っている化粧品だったりとかを今から紹介していきたいなと思うので、よければ見てください。最初にフェイスメイクからクレドボーテ、これはかなり白くなる日焼け止め効果も入ってるみたいでずっと使ってます。ファンデが店員さんにどれがおすすめですかって言ったら、多分結構明るめですね。多分ナンバー1ぐらいですね。アイシャドウがこれもかなり使い古してますね。ディオールなんですけど、これも廃盤になっちゃったみたいで、このピンク系、ピンクとブラウンが入ってるこの5色のやつがずっと使っててもうなくなっちゃったんで悲しいです。03A、 赤茶系ですかね。ちょっとラメが入った赤茶系を買ってみました。ルナソルのナンバー1。結構これ涙袋とかに使ったりしてます。ただこの上目結構使ってるから汚いです。アディクション092番、かなりラメなんで、本当にこの、あ、もう今消えちゃってるんですけど、ここの真ん中に指でポンポンぐらいしか使ってないです。ハイライトはマックのライトスカペード、これが名前か分かんないんですけど、いろんな色が混ざってて、友達におすすめされてからずっとこれ使ってます。チークトムフォード、これめちゃめちゃお気に入りです。特にこっちばっか使ってますね。これも今使ってるんですけどかなり良かったです。今日は塗ってないんですけど、韓国コスメのクリオ、私はこのピンクゴールド系が好きで、私は結構これを最近ずっと使ってます。アイライナーが本当に普通にもう薬局で買える、ラブライナー、こ
これも真っ黒のタイプですね。にじみにくいし描きやすいです。いただき物なんですけど、ディオールのこのいろんなセットが入ってるやつですね。チークだったりリップとかも口紅も入ってますね。ハイライトだったりアイシャドウ、基本的に他のやつがなくなったら使おうかなと思ってるんですけど、このやつこの上のとことかメイクがちょっと苦手なんで、筆で描いた時隙間が空いたりするのがもう嫌で、これでも濃くならないように焦げ茶でぼかしたりしてました、細い筆で。私のお気に入りのマスカラ、これディオールですね。ボリュームっていうよりは長さが欲しくて、ちょっとなんかこういうところとかもまあ長く見せたかったんで、これをずっと愛用してます。これも友達に教えてもらいました。シュウエムラさん、ボルナットブラウン、ボルナットブラウン、アッシュブラウンみたいなのを使ってて、めちゃめちゃ描きやすいです。これは誕生日にいただいた96番マグノリア、これ薄いピンクですね。本当に薄いピンクのナメが入ってるやつなんで、濃い色から塗ったらもうこの薄い色わかんないですよ。マックのデポーテッドトゥーチリ、ちょっとなんか赤なんですけど、秋に買ったやつなんで秋っぽいマットな、ちょっとオレンジっぽいのかな。ジューシーリップティントルーブラウン06、確かこれモデルさんがプロデュースされてて、めっちゃ茶色いんですけど、塗ったらそうでもなくて赤茶みたいな、大人っぽく決めたい時はすごいいいやつだと思います。すごいお気に入りになりました。基本的に普段使ってるものとかは紹介させていただけたかなと思うんですけど、まあ私もちょっと勉強不足なんで、多分他の方は多分いっぱい もっと私以上に持ってて、ドレッサーとかもすごい綺麗だと思うんで、私もちょっとドレッサーとかをまあちょっと作りたいなと、これを紹介してる間に思いました。それではまた、相澤凛でした。バイバーイ。